本と雑談ラジオ。こんにちは、漫画家の小泉友弘です。こんにちは、家人のマスの幸一です。ペンネームを名乗るのを間違えて本名を言ってしまいました。もう一度やりますか？そうですね。じゃあここから、ね、行きましょう。はい、用意、はいで。本と雑談ラジオ。こんにちは、漫画家の吉泉友彦です。 こんにちは、カジンの増野光一です。さあ、ええー、二月になりましたね。今日は二月五日、十六時十六分です。なんかうっかりして、せっかくレインスティックがある。まあ、その書店にいるのに、鳴らすの忘れました。あ、あ、そうか。ない、なん、今日はなんか、いろいろないのかと思った。パソコンがないんですよね。そうなんですよ。あの。パソコンを持たずに、外出してしまった先で。今日やりましょうと。お、はい。 聞いたので、あのまあその支店にいるので Wi-Fi は通じてるんですけどね。ええー、パソコン2台持ってなかったでしたっけ？あれがまあ愚かなことに2台とも向こうに持ってってしまって。時 <laughs> <laughs> によって。そういうこともありますよ。うんさあどうですかマスノさん、相変わらず体調悪そうですね。体調はね、まあでも今日も整骨院に行ってきたんですけど。はい。 耳鼻科も昨日行ってきたんですけどあ<ー>ただまあ仕事がね1月中ずっとやってた仕事が一段落したので、はい、まあと日長ずっと作ってたやつも、あのー、どうにか出版が決まったみたいなんですねおよかったですね出版決まらずにやってたんですかまあそうなんですよで私じゃないこうもう一人の人が頑張んなきゃなんない仕事だったんですけどあははあ どうにかこうにか。発売日の目処がついたみたいなので。おーめでたいですね、まあ。ありがたいことですね。そうですね。まあそんなな、そんなわけでちょっと,あのちょっとは、ほっとしてるのと。うん、ずっと楽しみにしていた、ダウき万を見に行ったのと。はいはい。まあ、そんな感じの一月が終わった、2月ですよ。おう。 吉さ僕はですねずっとやってた電子書籍の作業が終わって、まあ、自分でつくあの n d l e で配信してるんですけどあ読みました読みましたあのセックスをしないと出られない部屋そうですそうですあの永田くんがゲーム会社に勤めててあかつて勤めてたんですよ、えー、あの弟子の永田和義くんが漫画家なんですけど はい、でこういうゲームの,の 3D のキャラクターで漫画が作れるっていうことを教えてくれたんですよ。ええでそれで「あのジャンププラスっていうところで3年前に3話まで配信したんですけどその後永田くんがアクションで連載始まって「ええ、アミグダラ」かな、ええ それがすごい面白い漫画だったんですけど、はい、その間滞ってたのを、でも、あの永田君に外虫であの作業料っていうか、お金渡して開発費みたいな製作費をで作ってもらったんです。僕は構成とかいろいろやって、あと村田君にも手伝ってもらって。そんな豪華な でそうなんですよ。でまあ実験的にやってみようって思ったんですけどちょっとその制作費がねものすごい高くなってあと友の会で具体的な金額とかも話そうと思うんですけど全部で7話あるからこのあと作ってもらってたら大変な回収が不可能になるって思ったので <laughs> はい、はい、永田くんの。 あれが連載が終わってまだ次のもうそんなに作業入ってないみたいだからやり方を教えてもらって自分で作ってたんですよ。なるほど。えっとね1011121で1話ずつ全部で4話作って合計7話なんですけど140ページでちょっとね漫画の単行本にしては枚数が足りないんですけどまあアマゾンキンドルだったらあんまりそういうの気にしなくていいかなって思って。 なんか、オールカラーでしたっけオールカラーなんですよ。なんか、電子書籍の漫画って、すっごくこまめに、こまめにっていうか、お分けにして言ってますよね。はい、あ、そうなんですか。うんうん、なんか僕あ、僕ね、はい。なんかちょっとエッチな感じの電子書籍漫画を1話読んでみたら、えー。 これで終わりってとこで終わるんですよ。ええー、それは引きになってるんですか。で、もう一話読んでみても、またここで終わりって感じだで, <laughs> で、一個ずつは。じゃあ次々読みたくなるんだ。で、一個ずつは本当に安いんですけど。ええー。あの、百円二百円なんですけど。えー、えー。ええ。二話読んでも、これしか話が進まないなら。普通に読んだら、どのくらいお金があって感じのね。 下心にこう訴えかけてる漫画で。ええ。で強いなるほど。でもね、<れ>僕のはあの電子書籍の単行本を680円で販売してるんですけど、これもなんかね、電子書籍にしては高くて悪いんだけど、でも制作費がむちゃくちゃかかってるから。 回収のためにはこのぐらい4四0ページでこれかー最初380円にしようかと思ったけどそれだと永遠に回収できないって思って断腸の思いであげたんですけどでもねあのキンドルアンリミテッドっていうサブサブスクリプションだとあの0円で読めるので定額で読めるので他の読んでも。 だから皆さん、ぜひそっちで読んでいただけたらなと思っていたところサブスクリプションがね結構好評であの割とね順調なんですよあ。結構金額が入ってくんですねまだね入ってくるとはあの来てはいないんですけど Kindle Unlimited とか Kindle で販売していると1日の売り上げがね翌日も分かるんですよ。 そんんなに毎日わかるんですねそうなんですよ。だからね、始めてから一番少ない日で、一番少ない日で1721ページ、1ページ0.5円なんですよ。はい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 。だから一番少ない日でも、えっ、ー、と、700円ぐらいあ、違うな、850円ぐらいかなは、は,はい。 すすすすごごいいいじゃないですかすごいんでかんよだからねとってもねあ一番少ないのはね昨日で1,600ページだからそれでも800円の売り上げがあるって電子書籍って今までもう半年で2,000円とか何冊もあってもそういうのが当たり前だと思ってたら、えー、あの自分で「テラートワイライト」っていうあの地下芸人の漫画をアップして以来「えー、Kindle Unlimited で。 あれなんですよすごい好調で、あのー、毎月1万5,000円ぐらいは入ってくるようになったんですよ。1万5,000円って他のサービスに頼んでたところだともう3ヶ月で2,000円とかもうだからねこれを今回を機にこの1月のセックス しないと出られない部屋をあげてからもう本当に他にサービス頼んでたのがバカらしくなって、えー、一昨日あれしたんですよ今までお世話になってた会社にちょっともう契約やめますっつって <laughs> 契約解除をね申し込みましたなんとそれはでもほらあのあの海猿の方とかは前からやろうとしてたとそうそうそうもう何年も前からやってて、うん、自分としてもね本当にその 機械をね、喪失してたんだなっていうことが浮き彫りになったんですよ。うん。まあ、でも、漫画は電子書籍で読む、読む印象ありますよね。そう、だからね、一ページ零点五円だから、なんなら、ほら、単価って一ページ。い、い、い、一種ですか。 うん、一種でもいいわけじゃないですか。はいはいはい。それで一ページ一種でバンバンあの <laughs> 配信したら結構いいんじゃないですかね。そうなのかやってみようかな。ええー、ですのでね漫画家の皆さんあのうっかり変なサービス頼んでたら見直した方がいいですよとあの Kindle を 単体でここ専有でやると印税が70なんですよなるほどねまあそれはでもあの販売のあれでサブスクリプションはそれとは別計算だからそのロイヤリティ印税以外のところでもね印税だから印税単価単その単単体単,単価を別にだから300円にしてもう サブスクリプションがメインだったらそれでも良かったかなって今なんか思い返直しておりますそのえー、っと単体で買う人そんなにいないですからうんまあでもそうしたら買う人も安くなってそうそうもう多めに入るんですねそうなんですよあとちょっとねやり直したいのは表紙があまりに地味すぎてこれあのセックスしないと出られない部屋の,あのタイトルが そんなにあれでもないと思うんですけど、アダルト漫画に指定されているので、アダルトコンテンツのところでね、ねこの表紙がねあの密室で3人の男女が見つめ合ってるみたいなのがむちゃくちゃ地味なんですよ。もうみんなね、肌色。 すっごいもうバーンみたいな肌肌みたいなそういうのだからそういうふうにしないとよくないのかなみたいなまあ逆に目立ってるかもしれないですけどもうちょっとサンプル画像を載せるとか工夫はしどころがあるなって思って今考えてるとこです他の仕事があるからなかなかできないんですけどなるほどなるほどでも良かったですねそのええー たくさんのお弟子さんに刺さられて作ったものがちゃんと利益が出てまだ利益出てないんですよあの回収にはこのペースだとどのくらいかかるんだろう <laughs> ちょっと今計算苦手なんで分かんないんですけど、えー、まあでも何かのきっかけがあればねそのだってさ、はい、800円って言ってもさはい、はい、は800円の本を出して10冊売れてやっと8印税が 八百円じゃない？そうなんですよ。ね、そう毎日十冊以上売れてるってことになるじゃないですか。そうかもしれないですね。紙の本が、うん。ええー。紙の本が毎日十冊売れてるレベルの収入があるってことだから。はい。それはすごいですよ。あそうなんですよ。八冊でしょ？だから今まで青林工芸者の漫画を他のとこから出してたんですけど、それを全部自分で出せば、うん。あのー、結構な。 いい収入になるんですようーんそれはでも本当にそうすべきですね。ねえ損したって思ってね。なんか「セックスしないと出られない部屋は」はい、同じタイトルでいっぱい似たようなあの前が出てこないんですけどいろんな記事が出てきちゃうんですね。そうなんですあの、ね、僕がこれを始めた2019 9年はね、セックスしないと出られない部屋というタイトルがね、なかったんですよ。ああ、先駆けだったんですね。そう、それで、ああ、検索して出ないからやろうって思って、ジャンププラスで始めたんですけど、えー、そこからなんかパクられたんじゃねえかみたいな気もします。<ゃ> <laughs> ジャンププラスは投稿サイトなんですかそうなんですよ。あのそこだとあの広告が、ね、ジャンプの サイトであるにもかかわらず各自広告がつけられるっていうのですげえって思ったんですけど僕のはねアダルトコンテンツだから Google の広告がつかなかったんですよ。ああなるほどね。そう。なんかでも読んだらあの全然思ってるのと違う話だったから面白かったですよ。あどうもありがとうございます。なんかこうよだなか想像でこうなるかなと思う想像とちょっともあ違うから。えー あれはつい買って読んじゃうと思います。最後まで。ああ、ジャンプルーキー、あ、ジャンププラスじゃなくて、ジャンプルーキーでした。すみません、間違ってました。ジャンプルーキーはね、でもね、結構コメントがいっぱいついて、それが面白かったんですよ。あ励みになるんですよね、あのね。そう、で、なんかね、こあの、もうオチは読めましたとか。最後に書いてて、だから、この人たちに読んでほしいなって思うんですけど。うん。 ただもう2019年から止めてもう最後までいってあのー、しかも有料とかあのサブスクリプションに加入しないと読めないっていうふうに言うとすっごい叩かれそうじゃないですかでもさ1ページ漫画とかで続きはここで読んでね、はい、とかいう漫画書いたらああ<ー>そうですね、うん、そうやって でさこんなに豪華なスタッフでこんなにお金かけちゃったってことも書いて、はい、で申し訳ないけど続きはサブスクで見てねって書いておいて、それ1枚だけの漫画を載せれば足、ええ、続きが見れると思ってみんな読むと思うから、ええ、そっか。あの今までこれを書いた人が。うん、第4話をここに載っけて、残り3話でかん完全版はこちらですみたいな。そうそうそう その後書きっぽいうことを四コマぐらいでいいから書けばいいんじゃないですか。そうですね。あの本当はもったいぶらずに全部見せたいんだけど、実はこのような事情でって書けばはい全然悪い印象じゃないと思いますけど、はい。そうしてみます。ありがとうございます。ぜひぜひなんかそうか僕そうそうばショートソングっていうのを書いてたときにねはいライブドアのサイトで連載だったんですけどええー、あのコメントが みんなのコメントがリアルタイムで来るっていう仕組みだったんですよ。あ<ー>だから結構励みになりましたね。それは確かにそう。楽しいんですよ。うん、あのみんなの感想がそんなにワクワクして読んでくれてるの？っていう嬉しさがあってね。ええー、うん。でもつまんなく書くとすごく怒られるんだけどね。<laughs> <laughs> <laughs> なんか編集部の人があんまプロじゃない？編集部の人で。はいその 仕組み作りはすごいうまいんですけどそのあの、携帯で読ませる仕組みね、はい、なんかこう、アドバイスがすごい適当だったのね、その編集の人が。えー、で、なんかひ引きを作っておいて、次回、片透かしでも全然いいんですよとか言ってたの。えー、でも、引きを作って次回片透かしたら、すっごい怒られた。なるべく怒られたくないですもんね。こんなに引きを作って、この片透かしは最悪ですとかっていっぱい来て。<laughs> やっぱしダメじゃないかって僕は思いましたよ。ああ、そうですね、ぜひ、じゃあ、このね、読者さんが、だからね、1話でね、あのー、5万4419件、第3話の閲覧数があるんですよ。ああ、すごいじゃないですか。そうジャンプルーキーは、ジャンプが運営してるから、お客さんがいっぱい来るんですよ。え 漫画の力が強いですね。だって、ね、英語に訳したら外国人外国の人も読むじゃないの？そう,そうそう、英語とね。中国語を作りたいなって思ってたんですよ。それ作れるよ。きっと英語できる人いっぱいいるからね。え、あとね、この登場人物もあの舞台も使ってな。また別の形の話も作れるなとか思って。 なるほどね。な,んなら 3D の素材も自分で作れるようになったらもっといろいろ作れるなとか、まあ、あとさもしそれが本当に小泉さんが最初の先駆けだった場合なんか映像化になった時に。 かもいい、ねえー、これね、もともとゲームのとかアニメも作れるソフトでやってたから、なんなら動画も作れるんじゃないかなっていう感じもあるんですよ。やり方がよくわからないので、<ー>僕、静止画のやり方だけを長田君に習ってやってたから。うん、もでも、これからの展開も期待できるじゃないですか、なんか。ええー、なんだかね、ワクワクします。ええー、すごい良かったですね。なんか。 なかなかそういうことって立ち上げても最後までいかないことあるじゃないですか。ああ、そうですね,ね。ちゃんと全うして素晴らしいですよ。いや、まあ、とりあえず、ちょっと最初に制作費をガンガン <laughs> 使いすぎたから <laughs>、形にしないとどうしようもないって思って、ま。でもさ、ほら、今さ、ピクシブみたいなものでね、はいあの、毎月応援するとかいうサービスもあるし、えー、でもああいうの割高で、 えー、毎月500円払ってもあ1万円だっけかみたいなと,とかね、えー、あとそのさっき言ったなんかエロ漫画とかもほん<い>ほんのちょっとしか話が進まないんですよ 1>,、えー、1話200円ぐらいするのに、えー、とかで200円で2話やったらもう400円じゃないですかい、はい、でこの調子で全話読んでたらすごい課金になってしまうと思ってボンカマしてますよ <laughs> それに比べたら680円なんか全然安いですよ。でなんかそれだったら単行本買ったらいいのにと思うんだけど、そ,のそういう漫画に限って単行本はないのね。ははだけ済せるサービスなの、ね。なるほど。うん。でもなんか、まあ、ただ漫画家としてはそういうふうにやっていくしかないんだろうなと思ったりとか。はい。うん。ねそうですね。 まあよかったでですすねでもねもありがとうございます小泉さんはさぜひ皆さん、<今>リスナーの皆さん、うん、k i n d l e で発売中です。セックスないしないと出られない部屋、セックスの句が不正字で丸になってます。著者はサマーブレイカーズとか、<え>吉泉智彦で検索してみてください。吉泉智彦で検索しないと出ないんですね。そうなんでですよ、まあ、あの小泉智博で、うん あのー、自分の著者のページあるじゃないですか、Amazon で、はいはい、そこに入れようとしたら、なんかちょっと、この人全然違いますけどみたいに言われてね、<laughs> まあ確かに自分で別の名前使ってるから、そうなっちゃうよなって思って。まあでも、例えば監修者とかさ、えー、ういう別人格のふリりして入れたらいいんじゃないですか。なんか出版社に問い合わせるのでお待ちくださいみたいに言われて、はいはい、出版社も俺だよって思ったんですよ。<laughs> あれめんどくさいですね私もそういういことあるでもその手伝ってくれたその名前までちゃっかり入れちゃえばいいんじゃないですかあでもねみんなもどうしようかなって最初、あのー、ジャンプルーキーに出した時に「あのーうん、名前どうし,どうします?」って聞いたら「永田君は、えー、3D 素材を販売してるハイオク君 3D」っていう名前でつって村田君は「 村田が感じでい、いつもの漫画のペンネームとは違う村田浩二になってるんですよ。うんなるほどね。ちょっとみんない素性偽って、この漫画に参加してる。<laughs> なるほど。<laughs> だかられがこうしてベラベラ喋っていいのかなみたいな。まあいいんじゃないですかね。はい。なんか今さ、素性偽っているトレ,ストレ,ストレパックの人って知ってますあ,あの人面白いですね。 なんかさ、その、どうですか小泉さんから見るとあの人の絵は上手なのあもうあのー、上手だしトレースをただしたって別にみんなトレースしたらあんなふうになできるかって言ったらできないと思うんですよ。そうなんですよね。すごいセンスあると思います。なんだっけあの人とえっと。コトを なんかね、その漫画家さんでも、その写真を撮って、トレースして描いてる人っているじゃないですかみんなやってますよ、もう背景の上手な人は、もうほぼ全員やってるんじゃないですかね。うん、だから、その写真さえ自分で撮ってれば別に問題なかったんだし、うん、そういう意味ではさ、ちょっとさ、あのちゃんと許可取ったりとか、自分であのね写真撮りに行ってやればよかったのにね。うん、本当ですよ うん、なんかでも今こうやって喋ってる僕昨日まではその人のこと評判も見てたんだけど、えー、あれから1日経っちゃったからなんか半日ごとぐらいにすごくみんながさ探し当てていろんなこと暴いていくのねそうですね、うん、だからちょっと情報の速さについていけないんだけど、えー、なんか私はだから最初はいやとりあえずみんなやってるし私のあの州にいる漫画家さんもやってるし、うんうん あとさ、その本当にトレースしてうまく描けるわけじゃないんだよってみんな言うから、うん、あのすごくセンスがいるし、うん、じゃあ写真なぞって描いてこらんよっていうことだと思うんですよ。えー、ねだからそれに関してはその、私だってトレースしたらもっとうまいのにとかって思ってる人が怒ってるってことなのかな。まあ、だからね あのー、町山さんが一時期映画の元ネタ探しをすごいみんなに広めたじゃないですか。そん時にみんなこぞってあの映画はこれ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 を引用してるこ,こういう場面で作ってるっていうふうにすっごいみんな言いたがったんですよ。それ何かなってずっとモヤモヤしてたんですけどうんあのみんな自分。 その作品作ってる人はパクビだなんだって言いたくてそれはなぜかというとあいつがパクってあれだけできるってことは俺だってパクればそのぐらいできるっていうふうに思いたいんじゃないですかね、うん、なんかねそ,そうでそのねあの本当は絵がうまくなくてつるしてるって言うんだったら例えばさ 自分だってこうやってトレースすればこんなにかけちゃうよって見せてくれればいいと思うの <laughs> ねえ多分できないと思うんだよねええー、まあただことつみさんはうん、うん、その僕はトレースしたりパクってること自体を僕もパクる立場の人間なのでとがめるつもりはないんですけどはい作りをやってるくせに威張ってますよね、うん、そうなのかなんか 僕はこう展開がいろいろすぎて、えー、あの例えばこう今は調べたら男性だということが分かっていたりとか、<laughs> それ俺もやりたいなって思いましたよ。あと,あとさ、たださ、男女どちら,かどちらもでも言ってなかったんだよね。あのえー、性別は言わないっていうプロフィールだったんだよね。あ,<ー>あと、年齢も性別も言わないっていうプロフィールで、だけど、 うん、好きな絵の趣味とかがどう考えてもなんか40代50代の男性じゃないかと <laughs> でそれはさ <laughs> ある意味正直だったと思うのねそうですね<わ>正直っていうか単に脇が甘いだけな気がするんだけどでもすごく偽りたかったらさわざとさこう、うん、今の子が好きそうなものしかあげないとかねはいいうことはできたわけじゃないですかええー、あとなんかツイッターとかだとその ちょっと女の子みたいなこう振る舞いをすることで女の子の写真をもらって<ー>その写真の絵を描いてあげるってことをしてたらしいんですけど、はい、確かにさ女のイラストレーターが女の子の写真をもらって絵を描くのと、はい、男がそういうことするのとちょっと印象は違うよねそうですねうんなんかでもなんだろうなそのまあグレーのラインで やってきたと思うんでですよ今まで、はい、ただインタビューなんかで、その、女の人の体に女の人に害をつけて、はい、インタビューを受けたりしてるらしいのね。あのインタビュー、アシスタントの女の子を替え玉にして、その、外見とか写真撮ってたって言ったの見ましたよ。うん、それはさ、僕、仮説だと思ったんだけど、読んだら。えー でね例えばさ、男女2人組で同じペンネームとかだってあり得るじゃないそうですねで。だとしたら、そういうふうにもし言い張ったとしたら、何がいけないのってことになると思うのね。ええー。だって、あの、ほら、前いたじゃないほら、あの当医の人って何て言うんだっけ当医の人。長さ,さん。あの方さ、はい、途中から実は女性と組んで書いてましたって言ったじゃないああ、そうですね。うん。あの、陽子さんっていう人かななんか知ってる その人と一緒に組んで書いてて、女性キャラは実は女性が書いてたんですよっていうふうに明かしたじゃないええー。あと、ケラ・エ子コさんとかも、あの実はずっと夫の人が共同制作者で、ケラ・エ子コって名前では出してたけど、半分ぐらいは夫と相談してあの作った話だっていうの。はあ<ー>。っインタビューで最近おっしゃってて、うん、でそう考えたら、そのことを、ことを、こと、罪こと、罪は実は、はい あの 50, 50, 50代か40代の男性と若い女性のユニットなんですって言い張られたらさ、それで通用しちゃうと思うの。はいはい、でまあそのた、ただ、あまりにも元ネタが有名なやつの元ネタがパクってたりして許可取ってなかったりするのは、はい、あのすごく咎められてしまうと思うんだけど、えー、たださその、今後許可取っていけばっていう問題だよね、実はね。 そうですね。うん。あと許可取ってないものに関してはもうちょっと何かしらのお詫びをするしかないと思うんだけど、ええー。そこまで極悪人みたいに、そのプライバシーの仕事先とか電話番号までネットにさらしていい問題とは思わないんだよね、僕は。え、そんなことされてんですかそう。なんか花や花、ね、はい、そうですね。本業がね、あっいですか。 子供たちの顔はこうスタンプで消してるけど<い>本人の顔とかはもう載せちゃってるわけ。あちゃーでそれはその,そのなんだろう盗作ってたとえ捜索だとしても、うん、あの申告罪といってその被害者つまり自分がパクられた人が訴えた時に初めて成立する罪だから。 ほあの本当は第三者がそんなことするほどの権利はないと思うんですよね。そうで,すねで、まあ、申告罪じゃなくなるみたいな話がちょっと前にあった気がするので、えーあ,のまあとは、道義的にねそのあの、なんだろう、ものすごく有名なモテネタがあったのを隠してるっていうのは、かっこ悪いことであるじゃないですか、とっても。 えー、わざとはカットしでやってんじゃなくてこそこそやってたっていうのはかっこ悪いことだけどそうなんですよそうただそれがさどんな漫画だって結構そのトレースしてるのが分かった漫画っていっぱいあるし、はい、すごく有名な人気漫画でも実はトレースーだったとかいうふうに言われるじゃないですか、えー、だからそれに関しては僕はあのトレース元ネタの人たちとの話し合いだと思うんですね あとは女の人のふりしてたっていうのはさその、まあ、確かにそういうミスリードしてたのかもしれないんだけどお、えー、みたいに「いやアシスタントの人との2人の共同作品なんです」って言,い言われたらもう終わりだと思うから、えー、なんか僕はむしろ炎上させてる側の,そのずるいっていう感情の裏にある、うん、自分だってずるしたらもっとうまくいくと思っちゃう感じ。うん がちょっと悲しい感じがするんですよね。まあ僕はね、あれですね、本当28歳ぐらいの影武者を立てて漫画家を続けたい。うん、うん、だそれさ、<laughs> イトみんな一度は思うことだと思うんですね。えー、例えばさ、僕、加藤千恵さんっていう当時高校生の女の子の短歌の本を出して、えー、プロデュースしたけど、 もしそれがさ、本当は彼女が作ってなくて僕が書いてたとかさ、<laughs> はい、あのそういうことをやろうと思えばできなくはないわけじゃない、えー、なんか、だからそういう、あのほら、歯がゆい伊集院さんのいっていう架空のアイドルを作るみたいな話とかさ、えー、あと、ギーロ偉夏夫さんって人がアルバムを作ったときに、はいはい 歌を歌ってる女の子とビジュアルの女の子を別の子にしてたのね。なるほど。作詞作曲はギーノ・ナツオさんがやったりしてて、えー、ビジュアルの女の子は違う子で、歌ってる子はまた別の子で、架空のとか、あとほら、前、まあ、イノセント・ワールドっていうさ小説がちょっと売れたの覚えてませんあ、なんか覚えてますね。桜井亜美っていう名前で。 はあ、あれの表紙の女の子は別に作者じゃないのね。へえ<ー>。だけど、買う人はみんなあの、この子が買えたのかなと思っちゃうっていうミスリードなわけ。えええそういうさ。<の>うん、宮台真司さんと関わりのある人じゃなかったでしたっけそうそうそう。それはあ、そうですよね。そう。もう明か,す明かされてるんだけど、宮台真司さんと割と<ー>あの交流のあった。 あのライターさんが別名義で書いた本なんだよね。うんで、その時にさ、その、作中人物が若,か若い女の子だったから、読みましたよ、思い出してきた、うん。で、タイトルもさ、イノセントワルドでさ、桜井亜美っていう名前じゃない桜井って、ミッキーの,の桜井さんのイメージだと思うの。えー、ええー、え。だからそういうやり方って昔からあってさ、 うん、あのだからそれに関してどこまで人は許せるのかってことだと思うんだよねえええうんいやもうとにかくね<と>こんな53にもなるおじいさんっていうかもうおじいさんの漫画なんか誰も読みたくないじゃないですかそんなことないけどでも確かに小泉さんが書いてるのにあの なんか違うこの名前にしとくとかはねええー、ありえるかもしれないねそうなんか本当あの大山くんみたいな感じでもう一回出場偽ってデビューしたい大山くんって何ですかあのほら奈良への大山くん大山くんって別名義になったのいやいや大山くんはずっと大山くん若くていいじゃないですか勢いがある感じでなるほど えー、なんか新人のふりするってことそう新人でもうこれからバンバン面白いの書きますみたいな感じで本当だよ、ね、世に出たいですよ僕もでも前から言ってるけど BL 単価を出すことがあったら別名義にしようと思ってるんだええー、いいじゃないですかそ,うそれで、まあ、最終的にはバレちゃうんだと思うけど、うん、まあとりあえずしばらくの間はこう違う人みたいな感じで流通させてみたいうん、うん えー、まだ、まあ、28か32歳ぐらいですみたいな感じでやりたいな、ね、なんかさ、あのー、そういうことを考えさせられる出来事だったなそのことをつみさんのはそうですねいやうまいことやって大したもんですよその手があったかみたいなうんねでも本当にトレースして絵を仕上げるのってそんなに 誰もができることとは思わないですけどね。ね。そう、うん。だって、だったら、みんな、やっぱ、じゃない、すか、写真をもとにね。うん、うん、まあ、自分で、その、構図決めたり。元ネタの、かっこいい、写真ぐらいのものを撮る、センスはないんじゃないですかね。なるほどね。でも、なんか、その人って、まあ。特定された人物は、カメラの、し、が趣味で。はい。古いカメラを、いつも持ち歩いて、写真を撮ってるみたいな感じらしいよ。 じゃあそれでトレースしろよって感じだけどそれはしない、うん、僕もでも自分の写真描いていただいたイラストレーターの方が、ええ、あの若いモデルさんの写真を撮ってそれをトレースして描いてる人だったのね。はいだから一から全部やってるんだけど、うん、あとほら大日向剛さんとかもそのポーズとかを全部写真撮って貢献されてるものね。 のうん、とホムンクルスの山本さんもそうやってましたよ、うん、だからそれに関してはあのそんなにそんなに軽んじるんだったらみんなやればいいのにって思,思いますねまあ漫画のトレースとはイラストのトレースはちょっと意味合い違うと思うんですよねなるほどねええー、たださ昔ってさ結構そのなんだろうな 著作権の概念が適当だった時代ってさ、そうやってすごく元ネタがあるものがオリジナルであるかのように技術したことってあったと思うんですね。そうですね。最近ですよね、そういうことがこんなにしつこく言われるようになったのは。いや、もうバンバン掘られて元ネタが明かされてしまう恐ろしい時代ですよ。あとさ 絵が下手だったらさオリジナルになったかもしれないっていう説があってそうですね,ねトレースしたかったけどどうしてもこう違う形になってしまい <laughs> それがすごく味があって全く別物になったみたいなねねえうんトレースが上手すぎた <laughs> 本当にねなんかでも真似って多いんだと思うなはーいなんか 私が昔親しかったある漫画家さんの漫画をすごくそっくりに真似た漫画を読んだことがあってはいもうね話の短編1個全部同じなのへえよくこんなのが普通の漫画雑誌に載ったなと思うぐらい同じなんですよはあでもねその当事者のパクられた人はね何もしなかったほっと見ないふりをしていたよ なるほどうん。あれでも何も問題その人も、その人もね、うんし、みんなが知らないだけで散々やってる立場かもしれないですよ。まあでも,でもさ、自分で表現する人ほどさ、過去のものを参考にしてるじゃない、結構だから小泉さんが、はい。ほら、デビュー作は実はパクリなんですって言ってるみたいに。ええー。 多分僕が思うに本人が思うほどパクリじゃないと思うんだけど、はい、でも違うし大島由美子さんと違うと思うんだけど、はい、でもさそのゼロから作ると思ってる人ってさ作ったことない人に多くないそうかもしれないですねなんかオリジナリティってさそんなに全くゼロから作るものじゃないんだけど、えー、なんかちょっとでも参考にしたものがあると急に。 こんなのオリジナルじゃないって言い出す人っているから、えー、幻想がすすごいんんだと思うんですよねそういう人は、ベタな表現についてどう思うんでしょうね。まあね、だから、あんまり知らない、若者だから知らなかったりするんじゃないその過去のを。そうですね。だって、ゾンビ映画なんてさ、パクリだとか言ってたらさ、ゾンビのパクリですよ、これはって言ってたら、キリがないじゃないですか。<laughs> そうですね、うん。もうみんながジャンルにしちゃってるから。 えー、そういう感じのことを考えましたけどねはいうんじゃあそろそろ今回はね次の課題本を決めなきゃいけない日なんですよそうか課題本なんかおすすめありますか おすすめは別にないんですけど、この前、芥川賞が決まって、あ今回、芥川賞作家の、ね、西村健太さんがさっき亡くなっちゃったっていうニュースを、成人後継者のツイートで見てびっくりしたんですよ。あと、なんか、あの、ら千の風になっての詩で有名になった、アライマンっていう芥川賞作家も去年亡くなってたんだって。はあ、西村健太さん、年若いですよね。 僕らとあんま変わんないですよ。54歳だって。1個上じゃないですか、学年で。ほとんど同じじゃないですか。タクシーの中で亡くなるって、ナンシー関さんと同じですね。あ、ほんとに。じゃあ、西村さんをのんで、西村健太さんの読んでないやつにします。あ、何がいいのかな僕でもあんまり読んでないんでしょ。あ、僕ね、区域列車とね、3冊ぐらい、3、4冊読みましたよ。 短編をいいくつか読んだぐらいはあ、えー、っとね、<何>暗居の宿読みました。面白かった。小泉さんが読んだもので一番面白かったのは何あ、やっぱ区域列車かな。なんかさ、続きものっぽいじゃない。あ、あそうですね。結構いつも同じ人が出てきて、そそそそう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 ,そういつもダメな恋愛をしていて、ええー、いつも身勝手なこと言ってるっていう印象なんだけど。うん、まあ、クズですよね。<laughs> うん 何を,何をしたら、でも空気列車がいいのかな、でも、連作もう読んだから、別のがいいなそうか、僕は小銭を数えるっていう話を読んだんだけど、えー、でもどれがどうってそんな違わないんですよね。あじゃあ、すごい評判がいいやつにします何が評判がいいんだろう ちょっと待ってくださいね。<laughs> 列車の今、アマゾンのページを見てるんですけど、あ、こういう時はね、あれですよ。ブックメーターっていう、僕が前使ってたサイトを見るといいんですよ。あ、読書メーターだ、読書メーター。読書メーターのおすすめランキングはね、あ、えっ、ー、とですね、区域列車がやっぱ圧倒的に高いですね。その次がね、 私小説書きの日常。一私小説書きの日常かなそれは日記じゃないかな、多分あいやあ、日記、日、あ日にちの日に乗るって書いてるんですよね。うんだから、あれじゃないあの本,本の雑誌で連載してる日記じゃないのかなあ、本当だ、過剰書きの日記って書いてる。まあでも面白いけどね、きっと。 そうですね。でも小説読みたいなあでも「区域列車」読んじゃった映画はどうだったんですか映画も素晴らしかったんですよ僕最初に映画見ましたあこれすごい評価高いっていうか登録が多いのは区域列車以上に多いのがありましたよ何ですか?「人もいない春」っていうあそれ読んでないあこれはね区域列車の登場人物と同じカンタが登場人物で主人公みたいですね なんか今日ね本屋さんにおったから、はい、あの西村さんの本あるかなと思って見たらないの。あ,<ー>あんなに知名があっても案外ないんだね。なんかあはい。町の小さな本屋さんだとないんだと思って。うん、はい。びっくりしちゃった、はあ。小銭を数えるもね、結構高いですよ。 個人に変え材料はとっても西村健太さんっぽいなと思って読んだんだよね。あ、読んだ。面白かったですか。うん、面白かったんだけど、その。<laughs> うん、あの。なんだろう。他の本も短編を読んだりしてるんだけど。ええー。割とだから。長大な続きもの。じゃない。そうですね。まあ、でも、全部それを言ったら、そうなっちゃうんじゃないですかね。カンタが出てくるやつ。 そカンタが出てきて、あの好きな作家のことを考えてるやつね。面白そうですね。二度は行ける街の地図も結構評判ですよ。なんかその案外移植作を書いてたらしないのかな？移植作か、あれカンタが出てこない。へ<ー>いや、僕全然嫌いじゃないんだけど、その全部網羅的に読みたいとは思わなかったんですよね。 まあ僕も全部読みたいとは思ってないですね。うんじゃあ、えっと、おこれはカンタ出てこないみたいですよ。あ、出てくるな。二 <laughs> 度は行ける街の地図。まあ、それが評判良くて読んでないならそれにしますそれにしてみます、ね えと門川ですあこれ読みましたよ、どう弟子みの人踊り。えっとですね、ちょっと待ってください。えっ、ー、とですね、2010年ですねあ。ちょうど10年、12年前か。そうですね、一番新しいのは何なんでしょうね。 並べ替えで、えー、新しい順番芝公園六角堂あと文春文庫うんまあでもなんかだんだん新しければ新しいほどレビューが少ない <laughs> まあそうなのかもみんなも 全部読むこととなないい思っっちゃゃたんじゃないそうですね。まあ、その小泉さんが言ったさっきの,あの二度と枯れないやつか、はい。本当に日記とかの方がいいんじゃない日記にしてみますか。まあ日記も面白いといああ日記でも何種類かありますよ。何冊かあるのえっとね、野生の章っていうのが、 あの最初のほうがね、うん、えっと10 2014年10月に出てその次の11月に出たのが「うん、野生のショー」っていう続きみたいですねレビューが人気あるのはどちらレビューが人気あるのは最初の方ですよなるほどまあそれかさっきの二度と何とかじゃない あまだあった「フンヌのショー」っていうのがあった <laughs> これが2月に出てるまあだからずっと続きものなんですよね日記がねそうですね僕のなんか基準だと日記が本になる人は売れっ子作家なんですよねまあ絶対面白いですよね日記この人はあけつけに書きそうですもんね、うんうん、そう対談集と日記が出る人は人気作家 ああでもね僕が今ね、あのー、ちょっと思い出せないんだけどこの西村賢太さんが師匠に心の師匠にしてるなんか金沢だか石川県に住んでて、うん、全く無名のまま死んじゃった作家がいるじゃないですか。はいはあ、ずっとと復刻させようししてる人でしょそ,その人が書いたなんか看板みたいなのを。 すっごいでっかいのをどうやって持って帰ろうかって悩んでたような小説が何だったっけなって思い出せないんですよ。それは面白かったんですか面白かったんですよ。なんかでもいつもそんなようなことで悩んでます、ね。そうですね。<laughs> <laughs> なんかだってさ、女の人に理不尽なこと言ったりとか、えー、そのくせなんか。 続いいたりとかすするるような話が多い気が多気けどそれが面白いですよね。そういうの読みたいですよ。とううん、もう本当に身も蓋もないやつが読みたいですよ。そうですね。何がいいのかなじゃあ、せっかくだから一番新しいのにします。新しいのってレビューが少ないんでしょ ?9 件ですね。俺の漫画よりかは多いですよ。なんてタイトル 芝公園六角堂跡狂える藤沢製造の残影あ藤沢製造でしたあ,あそうそうそうこれがねえー、っとね二2010年えー、2020年12月8日発売ですまあちょっと2年ぐらい前ですねええー、本の長さ134ページ安いなまだハードカバーあ安いじゃないや え文春文庫です。あれも、でも134ページなのに715円もしますよ。え、本当文庫本なのにそう。それって古本価値がついちゃったんじゃなくて違いますね。<価>新品で、ええー。いや、部数が少ないのかなねえ。こんな時、これをリスナーが聞いていってくれたら、これがいいですよって教えてもらえるのにね。そうですね。うん 僕が今やってる毎日寝る前に30分だけ喋ってるんですね、YouTube で。はい。それって、ほんとコメント欄のチャットがすごくみんな詳しくて、はいはいはい。私が話すことの固有名し、私以上に詳しい人が書き込んでくれるんですよ。とっても助かりますね。うん、助かるんですよね。あの歌よりも長くっていう、ねうん、番組です。よかったら聞いてください。皆さんぜひお聴きください。はい。 どうしようかな、僕、本当に、多分どれでも面白いと思うので、えー、全部同じだええ、あんまりこだわりないですよ、だからあの、タイトルが面白そうなのとかでもいいし。じゃあ、新品なのに結構高いけど、ああ文庫で、せっかく最新刊のお亡くなりになったので、最新刊の芝公園六角堂跡、狂える藤沢製造の残影にしましょうか。<laughs> そうですね、そうしましょうかねえやっぱ最新作を最新刊が売れると作家として嬉しいですもんねまあでもあれなのかな僕途中読んでないからその結構続き物っぽいのかないやもちろんそうですよ「北町勘も物別格の作」って書いてますよあの踏まえて全部読まないと実は面白くないとかだったらやだな絶対大丈夫だと思います <laughs> それは僕が保証する、保証しますよ。そうですか。じゃあちょっとそれにしましょうか。そうですね。あ、でも値段で決めますこれ結構高いから <laughs> え。一番安いのは何ですか定価で。一番安いのはどれかなちょっと待ってくださいね。はい、近年の文庫本でそそ。それこそ私たちやってることって今、小銭を数えるみたいなことやってますね。本当ですね。あ、でも全部高い。<laughs> えー、あの日記のやつが600円ぐらいで、まあ、中古、古、はい、本で1円とかありますけど、そういうのなしにするとね、あ、はい、人もいない春、角川文庫、2012年1月25日発売が400円で安いですね、門川文庫安いのかな、それにしますそれにしましょうか、これもカンタだから、全然面白いと思います。あじゃあ 安い値段で決めたっていうのが西村健太っぽっていいじゃないですかね。181ページもあるのに400円ですよ。何ですかこれまあたくさんすったってことなんじゃないですかあれこれ中古かももしかしたら。ダメ。それはちょっと悪いですね。そうですね。うん、えー、ちょっとでももうそんな作家でも絶版なのか。ええー。あ、関,関東。 筆の果実、腐った泥の果実、寒いともし火、腐った泥の果実、はい、関東筆の果実、身長文庫が383円ですね。これは定価あこれも中古っぽいな。なんかもう分かんないですね、これ、アマゾン。アマゾンってそういう卑怯なシステムだから。うん 普通のの一般の人は新本とか気にせないから買っちゃうんですよねなるほど。じゃあやっぱり一番新しいのにしますか。そうですね高いけど。高いけどね。まあでも、安いものを買おうと頑張ったということで、結局高いの買ったということで。そうですね。はい、そうしましょう。じゃあ芝公園六角堂後、あと藤沢、ルえる藤沢製造の残影を。 ねえ我々とほぼため年なのに亡くなってしまった西村健太さんあこれ185ページでした僕さっき見たのは Kindle のページ数でしたなるほどじゃあそれ書いてた時には私たちの年てたとってことなのかな2年前だもんねそうですねそうかしみじみ読みましょうかそうしましょうなんかこの前もあのー、ほらあのー 女の作家の山本,さんん山本さんとか、なんかもうそんな番組になってきましたね。まあでもそうですよ。私,ぐらいの年の私たちぐらいの年になったらみんな死んでいきますよ。ねえ、うん。だってに、人類の本当の寿命って、本当40代とか言うもんね、44とか。はい。 あの哺乳類ってなんか心臓の心拍数かなんかで、ね、調べるとね寿命がわかるらしいんですよ。ははで人間は本来なら本当40何歳で死ぬのが寿命らしいんですよね。ええー。だからそれ以降生きてるのはおまけ。はあ<ー>。なので。44歳ちょっとそれはねネットで調べると出てきます。人間 寿命本来って調べると出てきます。ああ、人間50年って、なんかね、織田信長かなんか言ってましたよね。うん。まあ、だから本当に、あの、ネズミとかいろんなものの心拍数を調べていって、その、サイズで計算したりすると、うん、人間の本来の寿命が分かるらしくて、うん。で、そう考えて、昔の人の方が普通の寿命で死んでたってことになりますよね。そうですね。 うんもう『徹子の部屋』とか見てると大抵みんな死んできますもの <laughs> 徹子さんだけが生き残ってるそ,うそれでツイート特集とかやるから,から西村健太さんもきっとやると思う、はい、あの『徹子の部屋』出てると思うからお<ー>多分近いうちに西村健太さん徹子の部屋に出るんじゃないかなわかりましたじゃあそういったところで,、えーでね、本編は 終わりにしましょうはい、なんか、音がうまく取れてるといいんだけど、ちょっと、あっちにと思います。はい、では、また、皆さん、また。さよなら、どうもありがとうございました。さよなら。